でございますということでね、今日はですね、はい、あの GU で高見えするパーカー、うん、ヘビーウェイトパーカーっていうのがあって、分厚めのやつだ。そうそうそう、うん、3万円のパーカーとあんま変わんないみたいな実証してる YouTuber さんもいて、ほうほう、すごくいいんだって、うん、それ2500円ぐらいで買えるから、うん、2490円、安い。それ買ってきました。ほう、マジで気になる。そう、だからそれがどうなのかっていう、2500円ぐらいでパーカー1枚買えるから、うん、もう XL 以上 の、 あのサイズはもう売ってなくて、XL までしか売ってないから、そのパーカーとあのカッパも買ったんだけど、雨カッパも、そのすっごい良かったから、うん、ぜひその2つを紹介していこうと思ってます。はい、雨カッパ3990円、これもね、もうね、ちょっと売り切れが続出してて、あ、この前言ってたやつね。そう、売り切れ続出してて、うん、もうちょっとね、買えなくなっちゃってるかもしれないんだけど、マルチブロックマウンテンパーカー、これが一応、ゴアテックスとかだと、4万いくつまで雨をブロックできるんだけど、うん、これ2万ぐらいなんだけど、すっごい質がいいの、本当に。いや、いいよ、今触ってマジ触ってて、俺、モンベルで買ったんだけど、モンベルで1万5000円ぐらいで買ったやつより、この生地感はでもいい、生地感いいよね。いいよ。だけどまあ、そのゴテックスじゃないからあれなんだけど、あと唯一、まあここはっていうのは、下をこう絞るやつはない。なんかドローコードって、下を絞るコードはなくて。なるほど。だけどこの雨カッパめっちゃ良かったから、これ で雨の時に歩いてみたんだけど、うん、全然ちょっと、ああ、よかった。なんかいいじゃん、形もね、今っぽくて、全然。え、これでいくらだろうって。3990円、すごくない？すごい、全然穴入ってない、マジで。そのワークマンケンジさんからしたらどう？3990円。今ちょっとその人差し指が嫌だった、その全然ゆうやさんはさ、それにリアクションしてくれなかったから、それが、あ、そうだって、あ、俺兄貴だよ、誰か疲れてる、あ、それがそういうことか。あの、わざわざ言うようなことじゃない。あ、めっちゃ似合ってる。これ防水なんだね。めっちゃ似合う。ちょっと鏡見てみる。生地感がいいよね。めっちゃ似合ってる。で、次こっちです。これが、ヘビーウェイトオーバーサイズパーカー。オーバーサイズパーカー。これもさ、2500円めっちゃ安いと思って。うん、2枚買ってた。今みんなオーバーサイズで着るんだね、やっぱりね。そうなの。何オンス？お、出た。専門家の発言。何オンス？何オンス？何オンスとかわかんないです。でもこれが一番今売れてるやつです。なんか服飾の人っぽい感じをすごく出してくるね。うん、いや、あったまそう。いや、いいよ。いや、なんで最初いやって言うの？うん、いいよでしょ、それは。いやってなんで最初否定の言葉から入っていいよになるの？お、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。うん、どう？いや、いいよ。いやってなって、うん、いいよでしょ。どうって聞かれてたら、うん、いいよ。いや、いいよ。おかしいよ、その。いいなんで一回否定し。2500円ならこれ買いだね。2500円、めっちゃ似合う。お前めっちゃ似合ってる。どう？似合ってる。いや、いい。いや、いい。なんでいやって一回言うんだよ。あ、これ形いいね。うん、いいだろうよ。肯定してあげてよ。いやってなんで一回嫌がるんだよ。いや、そんなことないですよ。いや、そんなこと、うん、そんなことあるじゃん。おー、いいじゃん、いいじゃん。あったかいよ。いいじゃん。いやなんで嫌って言うんだよ。今回の動画、お前の嫌ばっかり聞くことになるじゃねえかよ。うん、嫌。嫌なのかよ。あ、これだ。もういいじゃん。いや、これ結構いいんじゃん。いい。誰もが別にいいよ。いや、これいいよ。いや、運だろ。いや、いいね。いや、運いいね。いいでしょうよ。ほぼおじいさんの年に行ってる人でも全然着れたんで。確かに。すごくいいものではあったと思います。はい、おはようございます。動画が終わったんですけど、このね、あのゾンキミバッグが来たんでね。はい、ちょっとゾンキミバッグをみんなに見せようかな。ゾンキミバッグ、ゾンキミの方はね、あのイベントもやりますんで、はい、よかったらイベントの方もあの概要欄に貼っとくんで、ここにワンポイントあるだけなんだけど、それでも一応ゾンキミをアピールできるからいいなと思って、私はリュックにしました。はい、サイズ感を見せたいなと思って。これど
ちょっとパソコン入れようか。パソコン入りますか。我がパソコンを。ノートパソコンが。あ、我が パソコンは結構ジャストサイズ。スポールと入る。あ、スポール。で、チャックは両サイドからあるチャックですね。で、フロントもあとまあまあでっかい。ただリュックの質がいいかっつったら、うん、そんなことはない。ちょいと安っぽい感じのリュックではある。まあそれはね、うん、そんなに質は良くないね。でも形好きだけどね。形は悪くないかな、うん、ちょっと今日は青っぽい服着てきちゃったから全部が青っぽい感じになっちゃうんだけど、うん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 、このリュックの色はもう一色展開なんですか。三色展開です。三色展開、うん、黒もあるし薄い茶色みたいな、なんだっけ名前がちょっと出る。達也さんのやつは俺のはね、コーンネイビー的な。ネイビー、あ、でも別にあのここはちゃんとしてるから、まあ、普通かな。うんうんうん、だからちょい使いにもいいし、だから俺はあの今日から、はい、今日からマジでこのリュックにしようかなと思ってます。あ、でも形いいね。そう、なんていうの、めっちゃ普通なんだけどさ、こう上の方がこう細くなりすぎてるのってあるじゃん。ある、わかる。同じようなリュックなんだけどちょっとこうなりすぎてるけど、これはどんぐらい入るかだな。丸すぎず、あとあれがない、あのペットボトル入れる穴はない。ペットボトル入れる穴はない。まあザ・キャンバスバッグっていう感じ。キャンバスバッグ、はい。それではみんなイベント来てねー。はーい。食べないで食べないで。